浅田美代子、とても気持ちのいい女の子だからね。で、それは泉谷も陽水も、そういう意味ではね、良き話相手なんだ。例えば泉谷がね、俺が歌作ってやるからって言って、真剣になって考えて、泉谷が浅田美代子のために曲を作った。その曲はボツになったけども、でも、そぐらいね、一生懸命やってくれてる友達を持てたっていうことは、忘れ物じゃないかと僕は思います。泉谷しげるという、とてもいい相談相手が持てたっていうこともね、だからやっぱりそういう友達は大事にしてほしいと思うし、本当に真剣に曲を作ってくれた泉谷、やっぱりとてもなんか心の大きな人間だと僕は思います。僕と浅田美代子のことが若干その、中間して、周回姿になったりにもかかわらず、泉谷しげるは、そんなことは関係ねえよバカ野郎、曲を作るの、音楽を作るの音楽だって、歌は歌なんだということで歌を作った立派だと僕は思います。ボツにはなったけども、いつか歌わせてみたい、歌ってもらいたい、そういうふうな気がします。前抱きの時に拓郎さんのそのカセットだけのテープでいただいた覚えがあります、ね、そうだね、あれは MD だった。ホテル住まいしてる時に、はい、ほんの10日間ぐらいホテルで仕事があったんでいたんだよ、はい、その間に曲作ってくれって言われて、そこ、はい、ほんの1週間しか時間なかったんだよ。あ、そうなんだ。それで詩ができたとこうやって持ってきてね、プロデューサーが、はい、それでこれに曲つけろって、もう3、4日しかない、うんうん、すんごい焦らされてさ、はいはい、このホテルに俺と瀬尾一蔵が2部屋取って、はい、俺の部屋で俺が曲作って、すぐちょっとできたらすぐ瀬尾の部屋行って、こんな感じって言って、その場であいつがアレンジするそういう感じだった、ね、全部抱きしめてよ。ボブ・ディランに寄せる
CBS ソニーレコードの方から好きなように選曲してくださいとのこと、言われた通り全く個人的な理由で曲を選びました。何が何でもディランである方々には、あるいはこの道の専門家の方々にはかなり冷たい目で見られることになると思います。物の好き好きは人それぞれでありますから、この際あくまで私的な感情のみ重要視しまして、他人の意見などは無視しています。僕にとってボブ・ディランは何であるかなど今更の話でもありませんし、またディランの音楽的評価など僕にはできないことなので、ここではまだ見ぬ恋人、この段階ではまだ見てなかった見に行ったけども、ボブ・ディランへの恋文などを定めてみようと思います。僕はあなたのことがとても心配です。今どこで何をしているのですかディラン、あなたは偉大なアーティストだそうです。でも僕にあなたのその偉大さがなぜ偉大なのかよくわかりません。そんなことよりまず先に気になるのは、そう、あなたのそのかっこよさです。あなたのかっこよさはいやらしくもなんともありません。僕はかっこいいディラン、あなたが好きなのです。あなたはなぜか時々僕の心の中に入ってきたりします。そして、出ていく時もとてもあっさりしております。恋に破れた時、喧嘩などした時、誰かの死に直面した時、そういう時、僕の心、そんな風に僕の心が揺れ動いている時、必ずボブ・ディラン、あなたは僕の中で歌い始めます。そして歌い終わるとさっさと飛んでいきます。そんなディラン、あなたが好きなのです。とてもかっこいいのです。かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろうなんていう詩を耳にしたことがあります。でもあなたは本当に数少ない例外でした。ねえボブ・ディランさん、今何を考えているんですか。とても心配なのです。あなたが一人だけでどこか行ってしまいそうな気がして、寂しいディランも陽気なディランも僕には関係なく、いずれにしても魅力的に映るのです。一番危険なことなんだけども仕方ないことなんです。いろいろなことが言われることでしょう。これから先もうんうんといろいろ続くんですが、ディランのラブソングというのはですね、この上なくこのなんていうかロマンチックなんですね。それでそのロマンチックさは、そのふにゃ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 したね、ものじゃなくてね、本当にその暴力性に富んでたりね、それから、なんていうのかな、激しいね、感情をそのまんまね、こう、わーっと来る、にもかかわらずラブソングであったりするところが、僕はとても好きなんですかね。全部抱きしめて、君と会う。